おうちで連合楽しもう。さあ始まりました。一手目ね、天元から始まりましたね。白もね、黒もこのようにね、隅にね、しっかりね、隅はやっぱりね、自我を作りやすいというのがいいですよね。はい、天元の後はあとね、みんな隅にね、打たれましたね。ここからね、いろいろ係からの手がいろいろ始まるんですが、こう両掛かりするとね、普通に考えるとちょっとこう外にね、出たいっていう気持ちが働くんですが、こういうのお互い封鎖になりましたね。お互いね、立派に意地の張り合いですね。そうですね、このようにね、封鎖するとね、隅の石はね、なかなか生きるの大変になります。この手、今の手ね、すごく立派な手でしたね。白もね、こちら両掛かりして、そうですね、黒としてはね、外にこのようにね、コスミで出るのは立派な手ですね。おー、白のこの手つき、立派な手つきですね。黒のこの手もね、またすごく飛躍した手で立派な手ですね。白もね、それに対抗して、すごいところに打ちましたよ。黒の手はね、すごくいい手を継続してますね。はい、この開きも立派な手です。白もね、いいところに桂馬しましたね。この二間ね、中央の天元とのつながり、とてもいいです。この白の手もね、とてもいいですね。これ、おはぎがね、出てましたね。これはね、いいところに打ちましたね。はい、黒もね、しっかり受けました。この手、今の手ね、すごくいい手でしたよ。一間飛び、立派な手ですね。はい、こちらの一間飛びもね、すごく堂々としてますね。この手はね、白の石に迫って、白もね、しっかりね、逃げ出しましたね。お互いの石がね、中央にしっかりね、出てますね。いいですね。この手はね、すごくいい立派な手ですね。いいですよ。ここもね、しっかり隅を取りました。ああ、これ可愛らしい手でね、いいところです。白もね、しっかり地を稼いだ手ですね。黒はね、すごいところ仕掛けましたよ。まあ、これ、気合の羽ですね。黒も、そうですね、このようにしっかりね、引いておくのが大事ですね。ここの下がりはね、すごく大きなところです。この中央二間飛び、立派な手ですよ。白のこの一間飛びね、すごくね、黒の模様を消すのにいいですね。はい、黒のね、この桂馬の滑りもいいですね。白としてはこの形ね、隅しっかり受けておかないと危ないですからね。はい、いい受けですね。これね、今度先ほどね、飛ばれたところ、中央やっぱり薄いですからね、黒も受けて、白もね、やっぱりコスまれたことによって、しっかりね、受けました。そうですね、今度中央ね、堂々としてますね、これね。
立派な手ですね。うん、これはね、次にね、白を少し薄みを狙ってます。ここで、ちゃんと、そうですね、しっかり受けました。いいですね。はい、これはね、黒もしっかり稼いだ手ですね。狙ってるんですけれども、さらに白も手抜き。これね、次入られちゃうと嫌ですからね、しっかり受けました。お、また堂々と中央にね、白も飛んだ手、立派な手ですね。今度はね、黒もね、中央にしっかり繋がって、この手すごくいい手ですね。お、この白の手はどうだっていう手ですね。やはりね、少しね、黒も薄くなってきましたからね、しっかりね、形を整えてますね。このあたりのね、石の決め方はね、すごく見てても勉強になると思いますね。そうですね、しっかりここまで、あたりまで決めておいて、そこで手を抜くというのが大事ですね。はい、堂々と打ちました。白の手もね、堂々としてますね。この押さえ、すごく大きな手です。立派な手ですね。このあたりでね、黒も少し難しいところなんで、お、すごくいい仕掛けだと思いますよ、この絵。なんか狙ってますね。ここで羽を決めて、まあ、これはね、白としてはしょうがないですね。受けるぐらいですかね。そうですね。はい、立派な受けです。さあ、ここでね、そろそろ最終手ですが、この最後の手、本人曰くですね、すごく立派な手で、これ、会心の手なんそうですよ。はい、今回はですね、これで最終手になりますけれども、これがね、連合ですね。一人一手ずつみんなで楽しむということができます。囲碁はね、いろんな楽しみ方ありますのでね、ぜひね、これをご覧になった皆様も、試しにね、たくさんの友人とやってみてください。おうちで連合を楽しもう。